佐賀県の代表に選ばれたからにはその、まあ、本番まで残り1ヶ月余りなんですけど、一生懸命管理してその悔いのない形で本番を迎えてあげたいなと思います。前回宮城全共で果たせなかった上位入賞を鹿児島全共では必ず12番で佐賀牛ブランド佐賀牛の美味しさを全国の人に分かってもらうように頑張りたいと思っております。